16億もあるのか、これはさすがに雲も苦戦するな。そう、素人力の使いすぎで本来の半分も出せていない。さて、楽しませてくれよ。敷くなく敷いていこう。すごい威力だ。だが、俺には一切届かない。光線やら物理で倒せる程度の領域を俺はすでに超えちまってる。敷くなく敷、貢献的。サソリの猛毒ビ。こいつには気をつけな。こいつの毒は近くにいるだけでも要注意だ。やられた。外れた。しまった。ご苦労。あいつはフェイクに弱すぎる。一人で敵を始末するより、複数で敵を倒した後に狙いのものを探した方が効率がいい。バカでもわかる話だ。闇の世界に正々堂々なんて言葉などない。どれほど卑怯で卑劣な方法で敵を騙し、脅し、貶めるか。それだけだ。弱ったなぁ。私、死んじゃうかも。うわぁ。落ちたな。サソリの毒を直に食らって、この高さから落下だ。身一つ残らないだろうな。16億程度なら俺が来るまでもなかったな。サソリも悪い癖だ。いつも20億程度の戦闘力で相手の様子を見る。第2オーラは常に出している。瞬時なら50億近くなら出せる。それで十分だろ、雲。ああ、とりあえず依頼を優先しよう。蚊は幻想郷からもうすでに天界に到着。昼も冥界から天界にすでに到着して各自目的のものを探させている。なら、俺とかはお前らの援護を行う。お前らは目的を優先しろ。心強いね。さあ、畳みかけようか。あくそ。くそが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 。俺が当時ごときにこんな深で追わされるとは。ああ。痛い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 。絶対に許さねえ。あいつだけは、絶対にただでは殺さん。苦しんでいるな、未熟者。誰だ、ぶっ殺すぞ。随分な口の利き方ね。私が誰か分かってのことかしら。まさか。ご中？力が欲しいか。ああ、欲しい。あの忌々しいあいつを殺す力が。そうか、ならば力を与えよう。お前の力、試させてもらうぞ。ここ周辺にあいつの気配を感じるんだけどな。だが案件、ここはまだ冥界側の境界、霊宝山3号付近、だろう？こんな山にあいつがいるのか。私はあいつを近くで見た。間違えるはずはない。とりあえず俺たちもここ周辺探そうぜ。そうだね、それが良さそうだ。着いたわね。ああ、あの赤いやつの言った通り、いろんなやつがここに集まってやがる。メリアちゃんとロカちゃんはまだ来ないのかな。きっとかなこ様との特訓が終わってないのよ。だからメリアちゃんもまだ来てない。だがあいつら二人は俺たちよりはるかに早い。すぐに追いついてくるだろう。俺たちは俺たちで霊宝山を登ろう。早く月下山に合流するんだ。そうね、それじゃあ早速登りましょう。こうしてせっか組も遅れて霊宝山の攻略に入った。毒虫、サソリ、雲は霊宝山7号付近、毒冥王、暗剣、鮮血は霊宝山3号付近、毒虫、蚊、昼は各自霊宝山の探索に入っている。そして毒虫、蚊は霊宝山に入る侵入者を排除するために麓で見張っている。私たちはこの場で誰よりも早く、精神を司るオーブを入手しなければならないのだ。何この霧。霊宝山に入ってからすぐに霧が濃くなったね。あまりむやみに動くなよ。見失うと面倒だ。いきなり晴れたな。そうだね、どうなってるんだろう。なんだろう、体に違和感。何これ。しまった、お前ら、息を止めろ。うわ、面白い顔。じゃない、これは毒虫の奇襲だ。走って逃げるぞ。どこ行ってるの、そっちは。その先は行き止まりだよ。錯覚系の毒か。とりあえず全力でこの場を。何この風。でもおかげでさっきの変な空気はなくなった。待たせたね、お姉ちゃん。遅くなりました。ロカ、メリアちゃん。かなこ様との戦いは終わったの。はい、バッチリです。オオカメイ、悪いんだけど、回復できる。うん、任せて。これで大丈夫だよ。ありがとう。姿を現せ、毒虫。姿を出したね。風の流れで私の居場所を見破るか。私がもし毒を風に乗せて送るならその場所しかないからね。お前は見た目に比べて賢いらしい。そうも。どうしたの？早く吹っ飛ばしてみてよ。ということで、メリアちゃんとお姉ちゃんたちは先に行ってて。そうですね、ここはお任せします、ロカちゃん。さあ、二人とも、先急ぎますよ。待って、さっきカナメくんが幻惑にかかって変な方向に行ったの。悪いけど、今この場で正常じゃない人を連れて行っても足でまたいよ。そんな言い方、オウカ、冷静になって、今ここで足を緩めたら間違いなく間に合わない。安心して、オウカねー、私があいつを倒したらちゃんとカナメくんを保護するから。そういうことです、早く行きますよ。ロカちゃん、お願いね。もう誰も死なせたくないの。任せて。さあ、行くよ。お前一人でよかったのか。さあ、わかんない。けど、そうしないとダメだってことだけはわかってる。そうか、なら私も毒虫として仕事の邪魔をするお前を消さないといけないわね。私の羽はあらゆる毒を生み出す。色鮮やかに。毒欲、神経を奪う抑欲。さあ、私の毒の領域の中で私を倒すことができるかしら。ちょっと、厄介だね。まあ、ちょっとだけだけど。引き不足引き、浄化の風。なるほど、さっきもそうだけど、私の毒に対抗する術を持っているのか。だが、それだけのことだ。さあ、セオリー通りならこの引きだらけの状態を見逃すはずないよね。毒欲、抑欲解放。もう、どうしようか。静かに本音。かすぶだか。オーラで一気に畳みかけるか。受け切った。毒を食らえ。ならお前は電気を食らえ。そう、体が麻痺して動かない。そう、毒が回って、体の自由が。これは長期戦になりそうだな。なあ、霊夢、いつまでウプ主を置いておくつもりなんだぜ。仕方ないでしょ、参拝客が来ないんだから。この状況で参拝客なんて来るわけないだろ。あんたは来てるじゃない。私はお前が教会の防衛で忙しいと思って食料を持ってきてやったんだ。決して、参拝客ではない。そうなの、当たり前だろ。一体何が悪いのかしらねえ。ウプ主、お前だよ。やはりいい景色だ。前回に足を運んだのは正解だったな。ここは空気が澄んでて、それなりに鍛えた者しか立ち入れない領域。だからこそ平穏だったんだろうな。そういえば山側に向かった少年少女たちは大丈夫だろうか。あの山からはいろんな波動が乱れていたからな。ただでは済まないだろうな。まあ、俺には関係ないか。さて、前回も物騒になってきてるし、俺は一足先に退散しようかな。私がこんな目に遭うのよ。いいじゃない、ちょっとふざけて万人するぐらい。まずこの展開は暇すぎるのよ。もっと若者受けするアミューズメント施設を作りなさいよ。展開には堅っ苦しい人しかいないし、私だってちょっとくらいはっちゃけたいわよ。ああ、どうせ暇だしまた白麗神社に地震でも起こそうかな。どうせ霊夢も暇なんだしお互いウィンウィンでしょ。ああ、叫んだらお腹すいた、喉も渇いたー。というか女の子にこの仕打ちひどくない？こんなことされて喜ぶ人なんていないわよ。嬉しいくせに。ねえねえ、行く。さっきから優雅に漂ってないで助けなさいよ。私、見張り役なので。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。